はい、ベルボンの正平さんです。どうもこんにちは。よろしくお願いします。今年のなんか目玉商品というのはどちらになるんでしょうか。今年の、ブースではですね、はい、カーボンの新製品ご案内させていただいてます。はいはい、従来ですね、カーボンの三脚として、はいはい、ジオカルマーニュシリーズというのがあったんですけども、今回それのさらに上になるシリーズ、プロフェッショナルジオシリーズというものを、はい、今回発表しています。特徴はどういうことですか。はい、特徴がですね、はい、外見だとわからないんですけども、はいはい、これは足なんです、一脚なんですけど、はい、ロックの部分ですね、V ロックということで、はい、新しく作った構造のものになってます。はい、で基本的に、ちょっと伸ばしていただきます。はいはい、基本的にはナットのロック、ナットロックなんですけども、はいはい、90度ちょっと回すだけでスッとスムーズに足が出し入れできるような構造ですね。はい、従来よりもスムーズですね。そうですね。はい、でさらにですね、フォーサフェだけではなく、はい、ナットの部分自体重さがですね、従来のものと比べて 40% ほど軽くなっているような形になってます。なので、これ三脚だと、はい、こんだけ数があるんで、はい、トータルでかなり軽くすることになってます。はいはいはい、あとこちらの商品もなんかユニークだというふうに伺いましたけども、こちらですね、はい、雲台も新しく今回発表させていただいてまして、はい、PHD の66Q ということで、はいはいはい、型番はそうなんですけど、商品としてはですね、今回リボルビング雲台ということで、面白い構造してますよね。はい、こちらがなんか特徴がある。そうですね、はい、こちら特徴がですね、カメラを載せてもらって、はい、縦位置にした時の動きですね、はい、がレンズの位置をほぼほぼ変えないような形で縦位置にすることができるような商品になってます。はい、縦位置と横位置の切り替えがほとんど軸がずれずにできるということですね。そうですね、はい、であと三脚に乗せてるということで、はい、重心がずれないということはそれだけ安定感が増すということですので、はいはいはい、より効果的に三脚の撮影ができると思います。こちら発売とかは決まってるんでしょうか。はい、発売時期はですね、こちら、はい、ちょっとはっきりは決まってないんですけども、春頃には皆様のお手元に届くようにさせていただいてますんで、はい、はい、じゃあ楽しみにしてます。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。実際に回してみたいと思います。こういう感じでちょっと動かしてもすぐにこのような形で伸び縮みがスムーズに行えます。とても滑らかです。